早くない、なんか、はい、もうちょっとなんか、あろうよ。押してください。はい。え、始まりましたよ。始まりました。ラナンから。イェーイ。この惨劇は私も。え、違う。この惨劇はね。はい、こんにちは。私たちの。K です。皆さん聞こえてますでしょうか。あ、もう、多分ね、閲覧8人、9人、10人。こんにちは。こんにちは。お昼のテーブルテレビ始まりました。はい、はい、本日のゲームは、本日は今絶賛 Xbox で、セール中の、グアンゲをプレイしていこうかと思っております。はい、グアンゲ自体なんですけど、私系自体もう完全に初見プレイです。完全にやったことないです。もう人のプレイ見てたことぐらいしかないそうなので、はい、まあ、ちょっとね、新装先生と私とで解説しながら進めていければなと思います。ポコは今日関係ないからね。今日関係ないからね。はい。はい。はい。じゃあ、まあ、通常モードでね。これも Xbox のモードで入ってる状態。いや、そっから入ります。これアーケードモードかな、今。いや、そっから、まずプレイゲームでアーケード。まあ、今日はアーケードを積んでいきます。はい、ということで、オフラインプレイです。オフラインです。オフラインです。IKG さん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。後でお伝えしておきます。盛り上がりましたね、今年は。盛り上がりましたね。あ、はい、ということで入りましたが、はい。キャラクターセレクト、まあ3キャラいるんですけれども。この3キャラですね。まあ、左。早いよ。ゲンスケ選んじゃった。まあいいじゃないですか。まあゲンスケでもいいじゃないですか。ゲンスケは、移動早いですよ、ね。移動早いです。で、前方集中型のショットですね。そうですね。チュートリアルのこの画面、とても分かりやすいんですよね、両には。そう。A が、A 押しっぱでレーザーではなく、式紙なんですね。式紙。はい。式紙。このなんか、今、天狗みたいなのが、ビョーンって飛んでるのが分かると思うんですけど、これが式紙です、この人。天狗の下に爆弾を落とす感じですね。そう。天狗がバンバン爆弾を落とします。まあ、これはボムですね。そうだ。移動するとビューンって左右に、こう押しっぱなしで、こう左右に、回転できます。バナーですね。バナーです。このデモかっこいいよね。おぉ。素敵。では始めていきましょう。C 連射もありますんで。まあ最初はね、そう、左上にドクロゲージがあると思います。左上にドクロ、ああ、はい。これはコンボです。そう、あ、コンボあるんですね。まあ、実はこのゲーム、スコアでのエクステンドはないので、そんな最初はね、稼ぎ意識しなくていいです。うん、え、じゃあエクステンドってどうやってするの？アイテム？アイテムですね。決まった場所で。お団子とか出てきます。そう、食べ物です。で、ああいうパワーアップアイテムも式紙で回収できるので。そう。で、ご覧の通りですね、このゲームにはシューティングなどの地形があります。そうですね。これって地形って当たってもダメージもない？ダメージない。地形自体は当たっても挟まれたりもしないので、強制的にスクロールでこうグリグリ押されますけど。血だまりえぐい。血だまりえぐい。もう結構ね、このゲームは。これえぐいし気持ち悪いです。あれセロ15歳以上の C でしたっけ？ダビか。セロ C。セロ C。C。すげえな。まあね、でもこれ C じゃなくしちゃったらグアンゲじゃなくなっちゃうね。まあ、確かに子供に見せたらトラウマです、ね。まあ、ね、まあ確かに。でまあちょっと C さんもお気づきだと思いますが、式紙を敵弾に合わせると敵弾が遅くなります。そう。敵の弾基本的にこのゲーム、はいはい、青い弾に。まあ、青じゃないこういう玉もありますけど、大体青い玉なんですね。で、青い玉に式紙を乗っけると、なんとピンクの玉になって、止めることができます。止められます。乗っかってる間は、ピンクの玉になって止まってくれます。ただ、それが解除されると、またビューンって飛んでくるんで。そうそうそう。なので、後半の面とかになってくると、止め方考えないと逆に追い詰められちゃったりとかするんですよね。逃げ場がなくて。そうですね。斧が、うん、斧が良い。その赤弾は、赤は当たり判定ない。あ、これ。あれないの？ないです。あれ、コケオボスです。これ、純也さんですよね。そう、これ、このボスは、声やってるのが井上純也さんです。先日、ケーブ祭りに、
来てくださいましたね。スチーム版待ってますだって清水さん。ねえ。そうですね。今出たらいいですね。ただ今あの Xbox をお持ちの方、Xbox 360と One では今マーケットプレイスでちょうどセールやってますね、グランで。そうですね。なんと257円でこのゲームを完全版が買えます。安い。アーケードで3回するより安い。本当に意味わかんない安さですけど。あ、確かにね。ね。いや本当にね。さあ、あの船は橋の向こうなので、あ、貫通するか、源助。あ、そっかそっか。源助ちゃんは軽く貫通するんです。あ、当たっちゃった。あ、ちなみに今あの当たって、ライフが1個減りました。このゲームね、ライフゲージ制なんですね。さっきもちょっと当たってましたよね、ボス戦で。そう、式神展開中は、ちょっと減るだけで済むんです。そう。式神をビヨーンって出してる間って、時給をよく見ると分かるんですけど、バリアみたいなので囲まれてるんですよ。はいはいはい。で、この間は、あの敵弾に触れても即ミスにはならないでちょっとあのライフが削れるっていう、でああいうね橋の向こうとか川の向こうとかにいる敵は式神を飛ばさないと、そうですね、ただゲースケのショットが貫通するのでそう貫通するから、まあ、今届いてますね。これ式神って基本的にあのテストクイードというか A ボタンをずっとしてるときに、そうですね、ただし時期は左右にしか動けなくなる。式神出してる間って前後に動けなくて左右にしか動けないんですよ。すごいテストクイードなんですけど、じっくり避けるっていう意味では、あ、ボムですね。ちょっと待って、もうじっくり避けられるんだけど前後には動けないので、そこはちょっと注意してやんないといけないかな。でボスのぬかでくんですね。でこれボス戦とかになると式神出っ放になるんですけど、これって何？あ、それは場所が分かるだけです。そうそうそう。ああ、はいはいはい。出てないって。そうですね。でボスもパーツ破壊でピンク弾消せたりするので、うまく式神を使うと楽になりますね。破消してことね。そうですね。ただ消せないでいるとピンク弾と青弾両方がブワーって飛んできて、うわーってなってる。そうなんですよ。ポコー、ポコーって。なんでポコ？個人的には海外勢にグワンゲー様のドラマになってもらいたいので、必要だなと。なんかツイッターでこのムカデの入れ墨入れてる人いましたよね、外国人。あー、なんか上がってたね。海外の方ですか？海外の方。よっぽどですね。大好きなんですね。僕も入れようかな。まあ、クロモチョのためだったら、つぼ姫の。つぼ姫ね、この後のステージに出てくると思いますけど。倒せるかな。つぼ姫地帯がありますからね。そこは怖いぞ、怖いぞ。ああ、継続は力なり。とりあえず継続していきます。継続しましょう。ライフマックス、ライフない、ショットマックスあります。この辺とかね、式神の使い方でよく免許ゲーなんて言われますね、このゲームは。そうですね。宇宙戦艦ゴモラ。そうですね。似たようなゲームシステムのゲームが。ゴモラもすごいゲームシステム出てます。一応だんだん使い方分かってきたんですけど、式神これやっぱり押してる時に動かせる。そうですね。押してる時自分が左右にしか動けない代わりに。式神は自由にぴょこぴょこ動かせるので、ここピンク弾で壁になってもらうのだし、あ、壺姫だ。あ、あれか。怖っ、怖っ。壊しちゃダメなの？みんな壊しちゃダメなの？見送るんです。かわいいから。そう、入れ墨銭湯入れなくなるんですよね。あ、入れなくなるね。困りましたね。困りました。グアンゲ銭湯とか作ってほしいですけど、ね。いっぱいいる、いっぱいいる。ここら辺はうまく玉消しを使っていかないと厳しいですね。結構ね、この辺のステージからはね、免許感出てきて。そうですね。もう屋根の上とか。そうそう、屋根の上にもいるから、それはもう、式神飛ばしてさっさと片付けてみたいな。なんか、後ろの銅像も壊せるんですよね。あ、そうそう。後ろの銅像？そう、それも。あ、これか。なんかトロフィーあります。実績。ああ、実績あるな。下っ端さん、つぼ姫のコスプレお願いしますが。簡単ですね、いいですよ。え、首切りますよ。ここから？作り方あるじゃないですか。あ、普通にね、まず恨み買う。恨みを買う。恨みを買うとこからですね、あの、グアンゲの、過去、あの、アーケード版の公式サイトをご覧になったことある方はわかるかもしれないです。
つぼ姫の作り方が載ってますあのページには。フォレットエンディング戦闘を作ってほしい。確かに。ああ、だって女湯ですよあれ。いや違いますよ、みんな入れないじゃん。いや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 、あのおじいさんが覗いてるかもしれないじゃん。ちょっとなんだっけあの人、なんだっけじゃん、ディオールじいさん。なんでそんなディオールじいさんディスってるの。ディスってない。下っ端さんにグアンゲ様のコスプレしてほしい。でもマッパってこと。そうですね。あと背中にデキモノ作んない。背中にいっぱいデキモノ作んなきゃいけないから、私一回不衛生な生活をしなくちゃいけない。私すごくあのデキモノたくさん作る生活をするので。猫ちゃん会社来なくても大丈夫。猫ちゃんですね。いや猫雲大好き。猫雲みんなの時期一つ過去にあれですね、あの猫雲の立体造形作ってくれた方いますね。へえ、そうなの、ね、すごいすごい生々しかった。え、生々しかった。生々しいというか、なんか本当に猫雲だっていう立体物を写真で私見ただけなんですけど、あれはすごかった。見てたらやりたくなってきた。グアンゲ。グアンゲ。グアンゲ。ね、257円ですよ。素晴らしい安さです。これ硬いな。うん、硬い。猫雲はちょっと。あ、猫雲なんだよね。うん、猫雲なんで。継続は力の。やりたいやりたい。じゃあ変わる？変わる変わる変わる。最初からやる。最初からやる。いや、面白いですよ、やっぱり。やっぱ。ちょっと式紙の使い方がまだ全然慣れてないんで。これね、本当にね、何回もやらないとね。夢の終わり。夢の終わり。夢の終わり。これは、うん、いいですよね、ゲームオーバー画面もいちいち。あともっと他のキャラも使いたいですよね、やっぱり。あ、じゃあ何使います。何使いますかね。せっかくなんで、いろいろと紹介していきましょう。小雨か、地震か。あー、じゃあ、ごまおつに出ることを祈って、おさめ。おさめ。指針が出てくる。あー、そうですね。指針出ても私は嬉しいけど、ラブマックスするのか。指針と、うん。小雨ろくに使ったことないですよ。あ、本当に？はい。私、小雨の、このデモ画面が大好き で、うん、で。この子は、武器が弓ですね。めっちゃ連射してますやん。そう。マシンガン弓矢。マシンガン弓矢。怖い。小雨の特徴は怖い。小雨はワイドショットですね。そう、ワイドショット。へぇー。このあの、新卒先生が作ってくれた資料に、小雨あんま可愛くないとか書くのやめてくれ。君の好みの問題でしょ、それ。だって、可愛いですか。いや、私結構声は可愛いです。声は。昔グッズで参りますって書いてあるお箸作りました。売れなそう。何でやること言うんですか。いや、普通の木のお箸です。え、矢の形とかだったらなんか面白い。あー、そこまでできたらね。グアンゲ、松本アレンジも聞きたいっす。あー、じゃあ言っておきます。僕も個人的に聞きたいので。いいですね。じゃあ、伝えておきましょう。グアンゲはやっぱ曲いいですよね、うん、和風で、うん、かっこいい、かっこいい。黄泉の花っていう曲があって、それ夏子お姉さんが歌ったりしてますね。あのこのゲーム中ではあの歌詞のないインストなんですけど、サントラには入ってるんですけど。周りの女何なんですか。踊り子さん。この周りの女何なんですか。踊り子さん。踊り子さんには手を振らないでください。踊り子さんも倒れてきてます。踊り子さんバンバン倒れては生き返り、無理はそれでいい。あ、死んじゃった。ちょっとやってたと思ったんですけど、これグアンゲって、はい、あの低速移動ないっすね。あ、いや、式神展開中の時期は遅いですよ。あ、遅い。まあ横移動だけだけど。危ね危ね危ね。あまり感じなかった。キャラ差はあるかも。あの、ゲンスケ足速い方なので。そうですね。グアンゲはショットと式神の使い分け分からなくてすぐ死んでしまう。そうなんですよ。まあ、式神メインでやっていいと思います、まあ。そうなんですよ。時期に弾が当たるかもっていう局面の時にどう立ち回るかなんですけどね。あの、時期の前とかに、式
神を連れてこれればとりあえずピンク弾にして弾を止めることはできるので、そこで冷静に判断したりとかができるようになる。なんか私こんな偉そうなこと言ってるけど、私もグワンゲ全然下手くそなんですけどね。いやいや、あんまやったことないわけじゃないんだけど、やっぱりちょっとこのゲーム特殊じゃないですか。200円なのに、もう257円で買えるんだったらもうバッチリやり込みますよね。下っ端さん可愛い。かわえ？ありがとうございます。え？まさみちゃんも可愛くない。ああ、なるほど、そういう話ですか。でもあれですよ、一番最初の放送の時でしたっけ、コメントでついてましたよ。可、は、愛、い、いって。可愛い。それ僕にじゃなくてです。ありがとうございます。本当に？何が言いたいの君は？本当に？いやでもこれ言っちゃうと、ちょっと下っ端さんがね、ちょっとテンションが。変な方向に行かないかなと言わなかったんですけど、いやーなんでしょう、私なんだと思われてるのかしら。でも嬉しくて変な感じになってます今。ありがとうございます。はぁ、あ、ちょっと何かにつけてディスってくる新卒くん、さすがですね。やっぱり、あ、でも新卒くんもこれクリアするまではやってない。いや1回だけクリアした。あ、そうなんだ。じゃあ稼ぎとかもそこそこ知ってる感じで。何年も前。いや稼ぎ全然知らないです。あ、そうなんだ。なんか猫雲で頑張るみたいな。ああ、猫雲はあのなんか銭がいっぱいもらえる。このゲーム全キャラで感想出てますからね。そうでしたね。じゃあ猫雲はお金持ちなんですね。全然出てくる。初めて聞く概念。全いっぱい出てくるのお金持ち。そっか。俺もお金持ちになってフォトンレイが欲しいです。急にこの奥の話は。みんな、ケーブルテレビみんなフォトンレイ持ってるんですよ、僕以外。あ、そっか、ケイ君も持ってるんだ。いや、昨日やってました。さすが。ほんと。うん、フォトンレイいいじゃないですか。いいじゃないですかって、持ってない。残念ですね。あ、無理。こればっかりは運なので。このね、ステージの開始演出もいいですよね。いちいち全部ちゃんと物語になってるっていう。うんうん、まあ本当にジュニアさん関わってるゲームはステージ間の演出とかすごい凝ってますよね。すごいですね。そのジュニアワールド炸裂。私はこのゲームアーケードで見た時に本当に衝撃を受けて、まあ、これとあとエスプレードですね。なんだろう、シューティングゲームに最初見えなくて、特にグアンゲは。でもこんだけバンバン弾が飛んできて弾消し要素もあってみたいな、これ考えた人すごいなって本当に思いましたね。戦車あの、あ、そう、和風の世界観なのにバンバン戦車出る。戦車出す戦車は戦車これが発端ですよ。そうそうそう、あの池田さん語録ね、ウェブ上にも有名な言葉がたくさん転がってますけど、池田さん五六の中の戦車出せ戦車。だってこれ室町時代です。室町時代に戦車出てきました。むちゃくちゃですよね。無理やり戦車を出すこの。これそれで言うとまだデスクマの方がまだありえる、ね、まあ、うん、まあね、チャリオット的な戦車ですよね。私はこっちは木製です。木でできた戦車、大砲積んでるみたいな。なんかここら辺からうまく玉消しを生かしていかないと。幽霊ちゃんが、ね、幽霊がバンバン出てきたりとか、幽霊がずっと湧き続けるので、そうそうそう、ちょっとだけでやると本当にきつくなっちゃうので、玉を止めて速攻で倒してやっていくとそんなに避けなくていいですね。この通り、さすが、うまく式紙を乗っけていく。そうですね、うん、結構ね、式紙がどこにいるのか迷子になりがちなんですよね。そんなことはない。あなたはね、そうかもしれないけど。いや、これは結構練習が必要ですね、やっぱり式紙とか。ちょっとね、三面とかを見ると、あって思いますよね、このゲームは。あ、ズズリの話が出ました。ズズリね。グアンゲでしたっけ、池田さんがタイトルをズズリに従ってたのって。その通りです。
不安げってタイトルさ、ズズリの方が良くないっていう。そう、池田さんの名言ですね。あれですよ、なんか、ごくり。そうそうそう、ジュースのごくり。ジュースのごくり。なんでそうなったっていう。見て、五感が好きになった。そうそうそう。ただそれだけっていう。不安げじゃダメなのっていう。いや、天才ですよ。天才すぎてしょ、誰もついていけない。池田さんの名言集。ここら辺もちっちゃい雲を倒すと弾が消えるので、まあボス戦も避けるだけじゃなくて式紙をうまく使うとね。あれちっちゃい雲だったの？ちっちゃい雲。子供ですよ。そう、背中これボツボツからなんか弾が出てくるの気持ち悪い。そうそう。このゲームね、結構よく見ると気持ち悪くて眠れなくなる要素がいっぱいあるので。よく見なくても気持ち悪いですよ。実はこれ実はこういうのって感じで。あ、そう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 。背中で。あんなにアニメーションしなくてもっていうぐらいリアルな藤壺さんからね、弾が出てくるんですよ。なんかドドンパチも要塞から花が咲いたり。そうそう、私あれに感動したんですよ。そんなの多いですよ、ね、そう、ドドンパチあんなに見た目めっちゃ硬派なシューティングゲームなのにね、大きい大きいあの戦車的なの倒した時にうわーって花が咲くっていうあの可愛さにやられました。本当に初めからなんかおかしいですよね、 うちはね、あんこもうそれで私完全にケーブっていうゲームを あのゲーム作ってる会社の名前忘れられなくなったんですね。ケーブは虫系が多い。ああ、ね、虫姫様もだいぶあの誰が虫好きなんですか。この会社どっかにいますよ、まだきっと。なんか元凶が。確かに虫嫌いなんですよ。あの新卒くんは虫が大嫌いですね。その割に自分が虫食い蓋をクリアした時になんか虫デスクに置こうかとか言って。そう、なんかダンゴムシ取ってきてケイ君のデスクに置いてお祝いしようみたいなことを言ってて、あんたやりなさいよって思ったんだけど。僕は嫌です。この人虫触れないと思います多分。虫触れないです。出てる。あ、ぐるぐる回った。そうやってぐるぐる回せるんだ。そう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 、一周できます。わあ、野槌的なの。この上半身だけの機体も倒せます。そうそうそう、倒せる。牛みたいなもんね。そう、牛を食ってるんだけど。あ、牛なんですか。牛なんじゃないあれ。人じゃないです。牛じゃなくて、牛だったよね、黒い。え、そうなの。牛食べて、そう、ボトって落ちた下半身を壊すと玉消しっていうね。今回復アイテムが出たんですけど、体力マックスなので。そうデスマイルズみたいに枠が増えるとかはないので。そう、必ず3枠です。なんだ。そうそうそう、3枠以上増えはしないので、まあ、あともう1回ありますよね、回復アイテム出るとこ。あれもあれ、あと1回だっけ。なんかたくさん出てきますよ、最後の方。そうだっけ。あ、そうだ、なんかオブジェクト壊すと出るとことかありましたね。ここら辺は道が細くて敵の攻撃範囲が広いので積極的に弾消ししていかないとそろそろ辛いですね。でもこうやって受け止めるように倒していけばほぼ避けずに済みます。そう、できるだけ敵の周りに弾が来ないように立ち回るっていう。これも戦車です、ね、そう、これ戦車にね、うん、何搭載してんのっていう。すげえ、めちゃくちゃな設定ですよねこれ。最初見たときこれ大爆笑しちゃったんですけど、このボス。これ燃え尽きなさいませみたいな。そうそう、は、燃え尽きなさいませと同じ。これ上にいる人もこうやって倒す。そう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 、上に、上から人が出てくるっていう、もうおみこしなのっていう。一応神楽。神楽。神楽が何なのか分かんないですけど。おみこし。おみこしなの。おみこし。おみこしを車輪で動かすっていう。そうそうそう。ハイテクです、ね。てかもうむしろこれ、ヤシロ動かしてるよね。しかもお札飛んでくるんですよ。お札が来る。お札、お札はあの。これ結構式紙で攻撃してると、あの、壊せなくて当たる。そうそうそう。ちょっと、ここじゃないと壊せません。ちょっとおすすめです。当たっちゃった。ねぶた祭り。で、おみこしを壊すと中から、顔が出てくる。もう怖い。気持ち悪い。ご神体ですね。ご神体。個人的に。あ、目出てきたよー、もう。ちょっと、純也さんが心配ですね。この頃の。純也さんは妖怪大好きだし、ね。妖怪大好き。モンスター大好き。ああ。横の世界観も出てる。うん。妖怪大戦争的な、これ、若林さんとの、完全にタッグだと思います。
あなるほど。わあと、この頃時期が歩くっていうのは珍しくないですか、ね、そう、うん。だからシューティングに見えなかったんですよ、最初。アクションゲーム、まあ、結構そうですね。アクション寄りなところは。戦場の狼的な。今でも SPG で地上歩くっていうのいなくない？パッと思い浮かばない。これなんかこのステージはあれです。屋根の上を歩いてる。そうそうそう。逆に、あ、下降りれ、下に降りれないから下に向かって。まあ、外は通じるんですけど、道がとにかく狭いんですよ。うん、ここは制限されますね。でまたこのゲーム強制スクロールの方向がコロコロ変わるんですよ、うん、だからまあ気がついたらなんかこうね地形でうまく動けてなかったりとか慣れてないとそういうことがありますね。さっき無線車の口もが IKD さんっぽいそういう意図があったらどうしよう、うん、なんかジュニアさんならやりそうですやりかねないでここにいる踊り子は放っとくと復活するんです。あ、そう、この踊り子さんね、一回死んでもね、え、踏むと死ぬ。そう、踏まなきゃいけない。本体で踏みましょう。すごい設定ですよね。踏むと血が出てね、消える。ああ。こうやってやばい、踏まないと、ピクピクってなって起き上がって、そう、ゾンビゾンビ。さっさと踏んで。結構復活早いんですよね、これ。復活早いです。こうやって踏んで。踏み殺す。もうこれお昼時に配信するにはどうなのっていうゲームですね、本当に。あんま食事中には見ない、うん、食事しながらは見ないでください、ね、ここなんて後ろに出ますからね。そう、下から来るので引き紙を使わないと倒せない、倒せないですね、うん、ここはここに入っちゃう。提灯がいっぱい。あ、お団子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 を食べる狐。何やかんやで今何面ですか？ん？ 4 面ですか、ね、4面かな、うん、これあれです、ウホウホマンが出る。ああそうだ、フレンズが出るところですねフレンズが出てきます。あ、アシカガ、アシカガスゴウジ、アシカガスゴウジ、スゴウジ実在の人物ですか？いいえスゴウジ、スゴウジってすごいんです、すごい、すごいスゴウジですそう、ネーミングすごいなと思いました。ここは結構高速弾があるので気をつけましょう。うんうん。おお。あ、素で避けるんだ。なんか変に止めると逆に追い詰められる感じしますね。あ、確かに。なるほどね。すごい速いからパターンを覚えてないとしんどいんですよねこれ。あるよ。いって。ああ。ほうほうほう。はいはいはい。そこの区内みたいなのを止めすぎて逃げ場がなくなったことがあります。ほんでここでウホ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 ウ人気ですね。すごいじさん、すごいじさん、みんな好きなの。うん。ほうほう。そんな名前だったんだこいつ。そうなんです。すごいじです。覚えてください。じゃあ、ゴマオツに出してください。スゴウジ？こっから怖いんですよね。あー、うん。ドバーンって。こいつ結構容赦なく近寄ってくるので。そう、普通に距離詰めてくるのが。電車で寄ると、まあ、電車にこいついたら間違われますよね。何年に？最近流行りの。最近流行りの。なるほど。でかいんですけど、その前に。結構真下まで突っ込んでくるんですよ。これ普通に体当たりされたりしますからね。なんとかコングですよこれ。なんとかコングですね。ボムーン。はい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 。全然止めないんですね弾。なんか止めない方がいいじゃないですか。いや、グワンゲのシステムと逆行してるなと思って。いや、こいつは、あの、一回遅く、玉消しもないですし、あ、そっか。一回遅くした後にそれが解除されると、バーンって飛んできて、バーンって言って、焦る。ポーンってなっちゃうんで、6面、6面です。なんか、スカーン、パーンとか、
そういうの美味しくない。あ、でも金食さんのプレイ参考になるから次ゲーセン行った時にも再度やってみようかな。お、ぜひぜひ。ゲーセン行かなくてもそんなあなたに Xbox で Xbox で200円、257円ですよこのゲーム。あ、つら。なんであの空中要塞は7とかにやるんですか。なんでだろう、なんで7なんだろう。ラッキーセブン、うん、ラッキーセブン。っていうか、なんで室町時代に空中要塞みたいに出てくるんですか。まあ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 、それ言ったら、ツッコミどころは大量にあります、このゲーム。ここら辺からね、覚えてないんですよ。まあまあ、まだまだ。いや、もうライフ1しかない。まだまだ、ここ辛いですよね。ここ辛い。ほんと辛い。もうほんと目の前壁なんで、このように。うまく式紙をいたしましょうって話です。そうですね。というかもう30分超えてます。え？コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。本当だ、30分今49秒とかです。ここら辺ね、敵がおにぎり、おにぎり、お団子、お団子出しますよ。お団子出しますので、そういうのを活かしていきましょう。そう、この後ろからもね、つぼ姫容赦なく割と後半面はライフ回復がいっぱい出るので、ボスには体力全回復で挑めますね。後半なんとかすれば。ただボス体力全部あっても辛いんで。そうですね。いや辛いよあれ。今日ちょっとこの配信時間的にお見せできないと思うんですけど、ラスボスはボムルとバリオあります。そうですね、例の、まあ、ケーブあるあるです、ね、ケーブあるあるです。あー死んじゃった。おー。ちょっと投げやりになっちゃいましたけど、ね。いや。まあ、セール中ですんで。そうですね。この先は皆さんの目で見て、確かめて。そうですね。もう、なんぼでもできると思います、家で。はい。という感じですかね。じゃあ、下っ端さん、最後にどうぞ。え？こんにちは。はじめまして、今日は。なんで今映すの？はい。はい、じゃあ、お別れの言葉を。そんなわけで、まあ、5月22日まで Xbox マーケットプレイスで257円でセールやってますので、ぜひ買っていただいて、まあね、たくさん遊んでいただければと思います。私たちと一緒にグアンゲ攻略しましょう。これからもすっごい可愛い可愛いってコメント来てて嫌になっちゃうので、カットさんはやめます。いや、あ、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、さようなら。